うがきまとい、うがきまとめ、うがきまとめ。1890年、明治23年2月15日から1945年、昭和20年8月15日は、日本の海軍軍人。海兵40機、最終階級は、海軍中将。陣中日記、戦争録が有名。1890年、明治23年2月15日。 岡山県赤岩郡片瀬村、現、岡山市東区瀬戸町片瀬の農家で教師の父、禅蔵のもとに生まれる。宇垣一世陸軍大将、宇垣幹事海軍中将は、近郷同族だが、遠赤関係はない。岡山中学校を経て1909年、明治42年9月11日、海軍兵学校40期に、成績順位150名中、第9位で入校。同期に、 大西滝次郎、山口多門、忠だ竹浦。1912年、明治44年7月17日、海軍兵学校を成績順位144名中、第9位で卒業し、小位候補生となる。1919年、大正8年12月、海軍法術学校高等科学生を実績で終了。1924年、大正13年11月、 海軍大学校講師学生22期を卒業し、12月1日に海軍少佐昇進。1932年、昭和7年11月15日、海外教官、県陸軍大学校教官となる。この頃、速力の落ちていた混合型戦艦の高速化を周囲に主張し、その改装に関与した。百三十七年、昭和十二年十二月一日、戦艦。 日向艦長を務める、造船士官、堀本美によれば、宇垣は夜の巡検後に浴衣姿で士官室に現れて、士官たちと歓談し、上官していた技術士官たちと今後の軍艦のアイデアや、新型の巡洋戦艦の試案などを語り合ったという。1938年、昭和13年11月15日、海軍少将に昇進、軍令部出資となり、 12月15日、軍令部第1部長に補えされる。宇垣は、作戦課長、中澤雄大佐と共に、日独伊三国同盟締結は米国を挑発し、日米戦争の危機を招き最悪の事態に陥ると、一貫して反対の立場を取った。1939年、昭和14年、軍令部第1部長として、特別演習、北海峡の防汚 潜水艦監視攻撃等を主催。参加した、今里義満大佐、軍令部部員、防備、海上護衛担当によれば、宇垣は、研究会の最後に、日本海軍が防備、潜水艦の分野について立ち遅れているのは不幸であり、敵をやっつける前に、こちらがやられる恐れがある。その向上のために、あらゆる方面において、研究努力の必要があると所見を述べたという。 1940年、昭和15年夏以降、新独ムードの盛り上がりから、海軍がこれ以上反対することはもはや国内の政治事情が許さぬ、海軍次官、豊田定次郎中将の弁と、海軍首脳部が総じて同盟締結に賛を示したこともあり、最終的に宇垣も参戦の自主性維持、自動参戦の禁止を条件として、同盟締結に賛成した。ミシロ一州。 当時軍令部作戦科航空支部,部員は、9月15日、海軍大臣、大川小四郎、次官、豊田定次郎、軍令部次長、近藤信武等が出席した会議で、宇垣は、軍令部を代表し単独で三国同盟に反対、すも、陸軍との決裂を恐れる、他の出席者たちに押し切られてしまったと回想している。その後、宇垣は、対米戦準備を積極的に主張。 推進するようになった。千葉や正隆と山本五十六は宇垣が軍令部で、大官挙法主義者として、大和型戦艦3番艦、品の4番艦、111号艦の建造を推進たことに不快感を抱き、日独遺三国同盟締結問題における宇垣の変説に対しても、山本は憲悪感を抱き、その後宇垣が、 連合艦隊参謀長を着任してからも、しばらくの間、山本とうがきには、不安が生じていたと指摘する。1941年、昭和16年4月10日、最新鋭のトネ型重巡洋艦2隻、トネ、千くまによって編成された第8戦隊司令官を、拝命。わずか3ヶ月間の勤務であったが、うがきによれば、あまりが最も負けんに、 かつ最も愉快に式統卒接死戦隊であり、二隻が新珠湾攻撃から帰還した際には、よくぞ威嚴を奏してめでた帰着せる子供の外戦を、向かうる親心なるべしと喜んでい。その後も二隻、トネ、チクマのことを気にかけていた描写がある。1941年、昭和16年8月1日、連合艦隊参謀長、県第一艦隊参謀長、長官は、 山本五十六大将。連合艦隊司令部で、宇垣は、参謀連は、第二弾作戦の研究会を開くも参謀長、宇垣は敬遠せられて暇なりと自重する状態であった。後日、戦艦山戸艦長の松田千秋大佐が宇垣に、着任の挨拶をした時にも、参謀長としての仕事がないこと、作戦は、山本五十六と、黒島亀戸が決定していることを打ちけている。 着任以降、宇垣は山本が希望する真珠湾奇襲作戦の実現のために動き出した。9月中旬、海軍大学校で行われた真珠湾攻撃の頭上演習が行われた。頭上演習では、日本軍は戦果を上げたものの日本の空母3隻も撃沈判定となる結果になったが、宇垣によってその撃沈判定は取り消された。9月24日、 特別討議で、宇垣は、軍令部第一部長、福留茂に対し、自分は着任後日も浅く書くたる自信はないが、山本長官は職を落としてもこの作戦を決行する、決意であると伝える。10月16日、将来何かに必要になるだろうと考え、戦争録を書き始め、その死の当日まで書き続けられる。GHQ 戦士室長、ゴードン・プランゲラはこれは、 交換を予期して書かれてあると指摘している。10月19日、空母4隻、赤木、香川、総流、飛竜での奇襲作戦は承認されたが、当時竣工したばかりの昇格型航空母艦2隻、昇格、随格を含む6隻という山本の希望は、容認されず、宇垣きら参謀が再び派遣され、この時にも、職を落としても断行する決意であると伝えられ、 強硬な申し入れが行われた。これにより軍令部総長、長野治の山本長官が、それほどまでに自信があというのならばという一言で、軍令部側は全面的に譲歩して六席使用を認めた。10月22日、第一航空艦隊から、司令長官、長雲忠和中将、同艦隊三望長、草坂隆之介少将を更迭し、小沢寺三郎中将。 当時、南遣い艦隊司令長官を第一、航空艦隊長官に任命するように山本に、進言して、どう終えたと宇垣の日記にあるが、実現はしていない。12月8日、太平洋戦争勃発。真珠湾攻撃で使用された、公表的に対し、宇垣は、ひわずなる、本兵器は一度花束その後の収容を極めて、困難なり。 的確なる目標を掴んで基地より進発してこそ、かいあれ。連れてきたるにより何とか使用してやらんの思いやりは、よろしきも、人命と兵器を過論十七に投じて南東作戦上、清越せざるの結果に陥し一むるは、あまりの最も残念とするところなり、症状におろすべからずと日記に記している。新自湾攻撃後、連合艦隊司令部では、実行部隊である、第一航空艦隊による、 再攻撃を訴える声があったが、宇垣は今から加齢しても時期を失し,し攻撃は翌朝になるので反対した。第一航空艦隊も再攻撃は行わず予定通り帰島する。宇垣は同リットル空襲の2ヶ月前である1942年、昭和17年2月2日と3月11日の日記で米軍機動部隊が帝都を空襲する可能性について記述している。 3月1日、連合艦隊司令部に、フィリピン・インドネシア方面の報告に来た、大西滝次郎が初見として、軍備の中心は航空である。戦艦はこれまでとは違った役割に使える兵器に、転落したと説かれると、宇垣は、フィリピンやインドネシアなどの陸続きの作戦から、結論を出すのは、早すぎると応酬した。宇垣はその日の日記に、降爆たる。 大洋上基地航空兵力の使用は困難なり、航空を前進せしむるためには、航空母艦のみに手たれりや、敵にして、戦艦を有するも、凡ある場合これを無効ならしめる方策だにたたば、何億円と多大の資材を投ずるのような死と所見を、記した。四月二十三日には、空母、潜水艦の建造を優先、海軍航空隊に全力を集中すべしと軍令部と、協議しているが、 大和型戦艦3番艦、後の空母、シナノの建造に未練を残す記述があり、陸軍との勢力争いにも言及した。1942年、昭和17年4月28日から1週間かけ、戦艦、大和で、連合艦隊第1段階作戦戦訓研究会、と、第2段作戦図上演習が行われた。平義図縁で、宇垣は当艦、審判長、 青軍長官の一人三役を担うが、日本艦隊が不利な状況にあっても日本艦隊の攻撃結果を大きく、被害を少なく判定した。この図上演習において、ミッドウェイ攻略作戦の最中に、米空母部隊が出現し、艦隊戦闘が行われ、日本の空母に大被害が出て、攻略作戦続行が難しい状況となり、党幹部は審判のやり直しを命じ、 空母の被害を減らし空母3隻を残し、演習を続行させた。数字の攻撃で空母、加賀が沈没、さらに空母、赤木に9発命中して沈没する結果が出たが、宇垣は赤木を3発命中の勝破に変更した。爆撃、空戦などの審判官が規則に従って判決を下そうとしたとき、宇垣は日米の戦力係数を3対1にするように命じた。 その後、攻略には成功したが、計画より一週間遅れ、艦艇の燃料が足りなくなり、一部の駆逐艦は座礁した。宇垣は、連合艦隊は、このようにならないように作戦を指導すると明言した。その後のニューカレドニア、フィジー攻略における頭上演習では、沈没したはずのカガを復活させて進行した。この頭上演習で、米軍、赤軍指揮官を務めた。 松田千明は、すでに連合艦隊の作戦が決定している以上、加賀を復活させて、頭上演習を続けることは、やむを得ないと述べ、そもそも、山本や黒島が決定した作戦そのものに無理があったと述べている。戦訓文化研究会において、宇垣は、第一航空艦隊三防長の草加龍之助に、対し、敵に先制空襲を受けたる場合、 あるいは陸上攻撃の際、敵海上部隊より側面を叩かれたる場合いかにすると尋ねると、草加は、かかることなきよう処理すると答えたため、宇垣が草加を追求すると、航空参謀の源田が、観光に造装を伏したる偵察機を450回り、程度まで伸ばしうるもの近くに3機配当セラルルを持って、これと、巡洋艦の霊式推定を使用して、側面紹介に新しむ。 敵に先ぜられたる場合は、現に上空にある戦闘機の外全く策なしと答えた。そのためうがは注意喚起を続け、作戦打ち合わせ前に第一航空艦隊が、ミッドウェイの攻撃は二段攻撃とし、第二次は敵の海上航空部隊に備える案になり、安堵した。六月後から六日のミッドウェイ海戦では、第一航空艦隊の主力空母が次々に、被弾炎上。 連合艦隊司令部では、黒島カメトラ参謀たちが、パニックに陥ったが、宇垣は冷静に対応して、参加部隊を同卒して撤退させ。出撃前、第一航空艦隊参謀長、草加隆之介は、攻撃日が決まっているので奇襲の起動余地がなく、空母は、アンテナ受信能力不足で敵情がわかりにくいので、連合艦隊が敵情を把握して、 作戦転換を指示することを宇垣に取り付けた。しかし、連合艦隊は付近に敵空母の疑いを感じ、情勢が緊迫してきたと判断しながら、甘い状況判断の放送を東京から全部隊に流したまま、自己判断を機械に知らせなかった。宇垣は、開戦後の日記に第一航空艦隊に対して、当司令部も至らざるところはありあいすまずと、資料しありと残し入る。戦後、 帰還、大和から自居する草からを慰問し、慰問品を送るなど激励している。ミッドウェーで、山口多門が戦死したことを、宇垣は、世の旧友中最も優秀の人血を失う者なり、と嘆き、その後もたびたび、山口の最後を惜しんでいる。宇垣は範囲を振り返り、今日の敵はまさに飛行機として、広角砲の射程延長やレーダーの活用。 対潜水艦装備の拡充が必要と認識した。8月上旬、米軍のガダルカナル島上陸により、戦艦、ヤマトに上艦して、トラック白地へ移動、連合艦隊参謀長として、ガダルカナル島の戦いが始まる。千葉や正隆は、ガダルカナル島作戦の頃から、山本の黒島への信頼が由来でおり、次第に、宇垣に頼ることが多くなっていたと指摘する。 10月1日には山本が、宇垣の自室を訪ねて雑談し、宇垣は、山本と気兼ねなく、話せたことを喜んでいる。宇垣は、その後も南太平洋海戦、第三次ソロモン海戦、移合作戦などを指導する。11月1日、海軍中将に昇進。1943年、昭和18年4月18日、山本56と共に、 一式陸上攻撃機二機に分乗して、前線視察中、待ち伏せしていた米軍機に襲撃され、山本登場機、宇垣搭登場機ともに撃墜されて、山本は戦死、宇垣も負傷した海軍工事件。宇垣は山本の遺骨とともに戦艦、武蔵で内地に帰還した。その後、山本の形見として担当をもらう。陣中録にはかねて、 山本長官身が割りたら、ん、えっと覚悟せる身が長官を失い、帰って生還すと記してある。宇垣は負傷中も、部下を使って、口述で、戦争録に記入させた。九1944年、昭和19年2月25日、第一戦隊、山和武蔵司令官。4月26日から27日、第一機動艦隊機関、空母、大砲で行われた。 頭上演習を、うがきは、部外者として見学。第一機動部隊に対し、生死のキルル、本図園によって、いたずらに青軍に、有利なるイカあるは、指導部として注意すべき点なりと苦言を呈している。5月5日の大砲での頭上演習では、全体を通じ見るに、KD 界司令部は、手前味噌のかなき能はず。戦は一人相撲にひず。 分解を要すと怒っているが、栗田武雄中将の第二艦隊研究会でも、決戦をにして現実にいかなるかを決定し、その訓練を積むべきにと書く、研究を要するということ司令部も各官もなかなか、応し、この者とこの人をもって戦いしかも勝たざるべからざる。からなかなかに固めがたきは通兵にし、分解すべき所なりという状態であり、最後には、 やつてみれば案外甘くいくものなるべし、この通り実の利できたら、上出来これの上なしと思うと諦めかけている。小村慶三少将、当時、第一機動部隊参謀長によれば、5月27日午後11時に、空母、大砲を来館し、第一機動部隊長官、小沢寺三郎に激しく意見する動きを目撃しており、今また第一戦隊司令官として、 美薬党のことが心配でたまらず、この先生を何とかして挽回しようと焦っているように見受けられたと回想している。5月の第3次、今作戦、6月のアゴ作戦、20時、10月の冷凍機械戦では、もともと艦隊による上陸地点の突入と戦団攻撃には反対だったようで、9月20日に、 たまたま大和に来館した小柳富次参謀長と山本雄二参謀と談笑した際、自身の考えとして上陸戦団攻撃に全力を入れるよりも第一遊撃部隊は敵機動部隊攻撃に全力を入れるべきと話したことを日誌戦争録に書き残している。作戦中も10月25日のサマール沖海戦で敵空母の追撃中止命令を出した。 栗田長官の決断を何を思ったのかと不満であったかのように書き残してもいる。その後の艦隊の反転北上の際は、うがきは怒っていたという証言もあり、その内容も怒鳴っていたというものから、不機嫌そうであったというものまで多くある。部下で第一戦隊の航空参謀、県山と飛行長だった伊藤敦夫少佐は、長官は、反転時は環境によらず、 反転後に来られた際に不審に思い、どこに向かっているのかとお尋ねになられたとも証言ている。1945年、昭和20年2月、第5航空艦隊司令長官に就任する。第5航空艦隊鹿の屋特攻隊昭和隊所属の杉山交渉将尉は、戦後、中将は、自らが、選挙区打開の鍵を握っていると錯覚していたと語っている。 沖縄戦では、特攻を主体とした、米艦隊への海軍の航空総攻撃作戦である、菊水作戦を指揮する。また、沖縄戦直前には、陸上爆撃機、銀河24機によるうるしい白地の、米軍機動部隊への特攻作戦である、第二次探作戦や、九州沖航空戦なども指揮した。2月10日、第5航空艦隊の編成で軍令部。 連合艦隊の指示、移行による特攻を主体とした部隊編成が初めて行われ、第五航空艦隊長官となった宇垣は、長官訓示で全員特攻の決意を全艦隊に徹底させた。ただし、野襲攻撃に専念した不要部隊を視察した際には、彼らの戦法を称賛している。宇垣が第五航空艦隊司令長官に着任した時期には、 すでに日本軍には米機動部隊に通常航空攻撃をかけられる。高性能機材も機体数も熟練パイロットの人数も揃えられなくなっており、主に特攻攻撃を主体とした攻撃法を余儀なくされた。第5航空艦隊ですら寄せ集めの戦闘部隊に過ぎなかったのである。さらに作敵機に用いる燃料すら、 確保困難な状況であり、南九州作戦基地の収容力も加わって、不十分な偵察情報をもとに散発的に、少数機で特攻攻撃や通常攻撃をかけざるを得なくなった。出撃した攻撃隊の多くは、米機動部隊の物量とシステム化された迎撃網の前に散るばかりであった。一部迎撃網を突破して空母など主力艦に攻撃を成功させたものもあったものの、 特攻機の攻撃力の低さから終戦まで巡洋艦以上の中型艦を一隻も撃沈できなかった。しかし一方では正規空母を大破させるほどの大損害を与えることに成功した例もあり、特攻により損傷した艦艇は修理のために戦場からの一時離脱を余儀なくされた。米軍は沖縄戦だけで駆逐艦12隻を含む34隻を 特攻攻撃により撃沈され、250隻が損傷を受けた。2月16日、アメリカ軍が伊王島に対して攻勢を開始、連合艦隊は探索船部隊の編成を発令する。宇垣は20日に特別攻撃隊の編成を加齢し、25日に第二次探索船実施計画をまとめた。これは、鹿のや基地から 3000km 離れた。 米軍機動部隊本拠地のうるしい干渉に対し、陸上攻撃機の銀河部隊、第762海軍航空隊、失態24機と誘導の二式飛行艇3機、801空をもって銀河による体当たり攻撃を観光しようというものだった。出撃前、宇垣は隊員に対して、一万一転向そのの他の、障害の試し機関にお手製降格束なしと人メタル、場合破棄を、 出せず全処して最強を、経緯決してことを急ぐ必要はないと訓示。出撃直前に第四艦隊からの偵察報告を受けて時期を迷い、3月10日に攻撃を一時取り留め、発進させた攻撃隊を一度引き返させたという。3月11日の再出撃では、銀河のエンジン部長により24機中8機がエンジントラブル等で起動。さらに、 偵察結果を待って発進を1時間遅らせた飛行艇の指導が遅れた船団回避のため迂回航路をとった等の条件が重なって死体16機の到着は夜間となり3機が目標を発見せず攻撃断念1機がエンジン故障で不時着12機が特攻結果は米軍正規空母1隻ランドルフを大破させたにとどまったその1週間後 本土空襲に来襲した米軍機動部隊に対し3日間の通常攻撃及び70機の特攻機を散発的に出撃させ攻撃。この攻撃で空母フランクリンが大破、航行不能。不十分な敵情把握と戦火の課題判断の末に4日目の3月21日現地部隊の反対を 必死必殺を誓っている若い連中を呼び戻すに、忍びないとして押し切り大家特攻部隊、神々なり部隊の出に至った。一式立候十八機、大家搭載機十五と零式艦上戦闘機五十五で出撃予定だったが、零戦は故障のため次々に作戦参加不能となり、神々なり部隊に同行できたのは三十機に、過ぎなかった。神々なり部隊は、回六回、 ヘルキャット等、約50機に迎撃され、立候は、大川、は、母機諸とも全機帰還せず、冷戦も10機失った。4月6日になって、菊水1号作戦が発動されると1日の、出撃数としては、海軍特攻として、過去最多の161機を出撃させたが、これも、目標到達時間を統一しなかったことから、飽和攻撃とはならず、 結果的に散発的攻撃ではあったが、陸軍も第一次航空総攻撃、特攻機61機を実施しており、7日の56機出撃と合わせると戦火は、駆逐艦3隻、総海底4隻、揚陸艇、LST2 隻、貨物船2隻撃沈、正規空母1隻、護衛空母1隻、戦艦1隻、駆逐艦大破7隻を含む15隻、 総海底7隻損傷、他に魚雷艇2隻、l c など、にまで上った。この際、連合艦隊司令部の強引な作戦指導により、戦艦山と第二艦隊機関、司令長官、伊藤誠一中将と第二水雷戦隊が、米軍機動部隊航空機の猛攻により、壊滅している棒の岬を機戦。船。うがきは、 突然決まった水上特攻作戦に不満を抱きつつも特攻隊護衛機の一部を割いて第二艦隊の上空護衛を行っている。連合艦隊司令部は第二艦隊に対し護衛戦闘機を出すことを計画していなかった。宇垣は第五航空艦隊長官の権限で大和以下の艦隊に護衛戦闘機、冷戦部隊を出撃させた。護衛戦闘機搭乗員には 他の任務がある都合上、途中までの護衛となった。その後も、菊水作戦は6月以降まで行われたが、兵力の枯渇や散発的な使用により、大きな戦果を上げられなかった。8月10日付で、第5航空艦隊司令長官の職を解かれ、後任には、草加隆之助中将が内定している。第3航空艦隊司令長官に、 親保されたが、着任しないまま終戦を迎えた。1945年、昭和20年8月12日、宇垣は701海軍航空隊の佐藤隊員に、稼働水星艦上爆撃機の稼働機数を尋ね、11機という、返答を得た際に、5機もあればと呟いた。8月15日早朝、宇垣は、水星を5機用意するように部下の宮崎隆史、千人参謀を。 田中武史勝航空参謀、中鶴達夫隊員に命じた。十一機の彗星が用意された。これに対し宇垣は命令は五期と発言したが、式書前には二十二名の搭乗員たちが整列しており、そのことについて宇垣が問いかけると、中鶴隊員は出動可能機前期で同行する。命令が変更されないなら命令違反を承知で同行すると答えた。 8月15日正午、全日本国軍の降伏とポツダム宣言の受諾を伝える曲音放送が発せられる。これを受けて、宇垣きは未だ停戦命令に接せず、多数順中の少子の後を追い特攻の精神に遺金とするによて、考慮の余地なし、よ、また、難航精神をもって永久に尽くすところあるを期す。1600僚集合、別敗を持ちあり、 これにて本戦争録のページを平図と戦争録の最後を記した。特攻隊の出撃準備に取り掛かり、宇垣は中鶴隊の操縦する水星43型に登場する。水星43型は二人乗りだが、遠藤明文飛総長が交代を拒否したため、宇垣、中鶴、遠藤の三人が乗ることになった。海軍兵学校同期である第十二航空戦隊司令官。 城島工事少将、及び幕僚である、千人参謀、宮崎隆参謀長、横井敏之から、死を決せられる気持ちは、解できるが、戦後処理や、国家的な責任の問題もあるため、何とか取りやめることはできないか、などと本意を促されたが、宇垣は、武人としての死に場所を与えてくれと、その決意は、揺らぐことはなかった。特攻隊は、合計機名。 途中3期が、富士五5名生存で沖縄沖に向かって大分基地から離陸した。出撃前の彗星前で撮った写真に彼は笑顔で写っている。交換が七に赴く時には階級を示すものを外す習慣があったため、軍服から中将の階級を外し、そして山本56から依存された担当を持参している。宇がききからは分け別伝があり。 続いて、敵空母権有、バレヒュー突入数を最後に連絡は途絶えた。アメリカ軍に被害はなく、宇がきの特攻隊は確認もされておらず、沖縄付近の海面に墜落したものと思われる。この特攻隊による死者は宇がきを含め18名である。連合艦隊司令長官、小沢寺三郎は8月16日朝に、連合艦隊航空参謀、淵田光夫大佐に対し、 皇軍の指揮統率は、大名の代行であり、師上をもって、一兵も動かしてはならない。極音放送で終戦の大名が下された後、兵を道連れにすることはもってのほかである。自決して、特攻将兵の後を追うというのなら一人でやるべきで、あると述べ、宇垣徹に対する感謝状は起案させなかった。元カノ特攻隊昭和隊に所属していた、杉山皇将は、 死ぬことは誰にでもできる、意図安いことだが、死地に負を進めることは、死ぬ以上の覚悟がなければできないことを知るのであると述べている。宇垣は、ポツダム宣言受諾後に、正式な命令もなく、特攻を行ったため、戦死とはみなされず対象昇級は行われていない。むしろ、停戦命令後の理由なき戦闘行為を禁じた、海軍警報第31条に抵触していたのでは、 ないかとする意見もある。ただし、玉音放送を停戦命令、抽選と解釈できるかどうかをめぐって見解分かれ、8月16日16時に発せられた大陸命第1382号及び大会令第48号を正式な停戦命令、または9月3日の条約締結を正式な停戦とする意見もある。また、 曲音放送後の出撃で17名の部下を犠牲にしたとして遺族の非難も受けた。この舞台の指揮を取った中鶴太尉の父親は戦後のインタビューでなぜ宇垣中将は息子を連れて行ったのでよ、うっと歯を食いしばりながら答えた。しかし、中鶴太尉の遺族によれば晩年の父親は宇垣の行為を仕方のないこととして受け入れる心境に達していたという。戦死者 あるいは柔軟者とは認められず、戦後しばらくは、安国神社に合祀されていなかったが、現在では合祀されており、優秀館の常設展示に、宇がを取り扱ったコーナーも存在する。また死後に、君一等局実大受賞を授与されたほか、1972年、昭和47年9月17日、郷里である、岡山県五国神社の境内に彼と部下の慰霊碑が、混流された。 この直前に、東京水港舎で行われた、海兵45期級誘拐でも、土井真次、海兵45機が、宇垣まとめ中将並みに17有識区水等への、権盈を吟営したところ、その中に、聖中府急港側にの一説があったとから、幹事長の小村敬三が、宇垣中将は、終戦時の陛下の命を報じなかったばかりでなく、部下17名を伴い、敵地に投入した。 何が港側に似たりかと奮撃。すると土井が一人息子を先人で失ったことのない者に、私の気持ちがわかるか、と小村に反論する一幕があり、宇垣の特攻をめぐって、海兵45期クラス会は、剣剣合々になったという。海軍校事件で負傷した、宇垣の秘書役を務めた、エビナ健造は、宇垣には、人情的な一面があり、事前の予想より使いやすく、 家族思いであり、若い部下、従兵、宿屋料亭の関係者から不思議と親しまれていたと述べている。草加龍之助中将は、宇垣を木で花をくくったような、冷淡な男と評しているが、宇垣の死については、彼もまた偉い武人であったと語っている。松田千秋少将は、宇垣は、早馬みたいに力があると述べている。戦争録の英語翻訳を行った、 千波や真っ盛高中佐は、うがについて、プライドの高い人物であり、上官に対してもあまり敬礼をせず、同期であっても、海軍兵学校や、海軍大学校での成績が自分より、下の人物あれば、無視をしたり、下級者からの敬礼や挨拶には目をそらしたり、王とだけ言って、頭を後ろにそらす傲慢な態度を繰り返していたので、海軍内での評判は良くなく、地震化で当直参謀に、 艦隊運動の指揮を任せずに自ら環境に立って指揮し常に不機嫌層で鉄仮面黄金仮面とあだなされるなど気度哀楽を見せない冷血感と思われていたが一方で戦争力に見られるような家族思いが意外な一面もあったと評している GHQ 戦士室長ゴードン・プランゲは宇がの人中日記戦争録は 通用な職を歴任した、宇垣の見聞、人生哲学、諸生観、思考などが読めるため、第一級資料として評価した。家庭では、セパードのエリーを飼っており、エリー志望の知らせを聞いた時にはその死を痛み、伸ばしていた髪を切った。また家族が新しく飼い始めた三毛猫の姿に、喜んでいる。狩猟を趣味としており、鳥打ちでは常に獲物を仕留めた。戦艦。 長戸や大和に持ち帰った鳥は夕食に強せられ、宇垣と角質のあった山本もこの時ばかりは上機嫌であったという。狩猟に行く暇のない時には戦艦の原則から釣りも楽しんでいる。また酒を好んだ。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。